癒しの時間が流れている。500円から癒しを求める大人たちよ。10分500円からその扉の向こうで何が待ち受けているのさ。所詮は片手まで聞くものさ。わかったならみんな一人ずつ隣の部屋に行って癒されよう。癒されながらでも音楽は聞いてるから、まだ1月1日だけど。今年の疲れも全部落としてもらおう。まだ15分しか経ってないけど、15分癒されよう。きっと向こうの扉の向こうでは凍えながらあなたたちを待っている森田美さんがいるはずだ。だから今すぐ誰か癒されに行くんだ。さあ、そこの赤い服を着た死神さんなんかちょうどなんじゃないかな。赤い服着た人はとりあえず癒されに行きましょう。いっぱいおるわ赤い服の人今日。じゃあ赤い服着た人から。